はい、フリーライターの今一生です2023年からなんとか毎日動画を配信したいなと思って10分程度の動画を撮ろうと思います毎週金曜日の夜9時から2時間の生配信をしていますこれはね去年も一昨年もやってるんだけども毎週金曜日夜9時からは前半30分は僕が喋って残り90分を「 えー、チャット欄にある書き込みを全部読もうと取り組んでおります、はい。で、まあ、今日何を話そうかなと考えてて、あのーまあ、ひとつき万冊と同じようにですね、えーまあ、旬のネタを取り上げて話そうかなと思っていて、今日話すネタは、えー、これでございます。はい、朝生です <laughs> これ見てました、僕。<laughs> あのー、元旦のね、ああのー、朝まで、朝5時50分までやってましたね。 あまりにも内容がつまらん、<laughs> つまらなすぎるというよりも、パネリストも、まああのーまあ、聞くに耐えるだけの話ができる人って、藤井先生と森永先生ぐらいしかいなくて、あんまり他の人は面白くないんですよ、面白くないっていうか、多分経済も政治のこともよく分かってない人たちが、まあ、出てるんだなっていう、特に若手論客の人たちはもう正直、ダメダメですね、もうべき論の理想しか言っていない。えー まあ、だからこんなことをね、あのなんていうのかな,あのな、何時間やったんだ、結局5時間近くやってるわけだ、もう頭痛くなりますよ、むしろ、あの希望も感じないですよ、まあ、でもね、これ、なんでヤフーニュースにこうやって取り上げられているのかっていうのは、ちょっと記事を読んでみないと、ちんぷんかんぷんという人もいると思うので、まずあの記事を読み上げます。はい、田原総一郎氏。だったららこの国から出てけ 朝生で出演者に激行放送後に釈明して若いって <laughs> ねえー、ね元旦に放送された討論番組は朝,朝まで生テレビテレビ朝日系で司会の田原さんがね、えー、共演者にスタジオから出てけと激高する一幕があった僕見てましたこれ本当に <laughs> まあおじいちゃんだからね田原さんもね、えー 大みそかに放送された、まあ、朝まで生テレビ元旦スペシャル、激論どうする日本最高2023と、えー、約4時間の拡大生放送の一幕だと、えー、司会が田原氏と激論を広げたのは、ジャーナリストとして活動するお笑いタレントの高松菜奈さん、高松菜奈さん、ジャーナリストだったんだ、僕、初めて知りました、この人、主権者教育の活動家だと思ってたけど、ジャーナリストだったんだ。 まあい,いや <laughs> あの学生時代にお笑いタレントやってたんだよね、高松菜奈さん、あのお嬢様ネタでね、はいえ、日本は立て直せるとするトピックについて、出演者が番組に出演するパネリストらの顔ぶれが長年変わらないことについて問題定義したシーンだ。<laughs> いや、また <laughs> これねあの、ちょっと解説しておこう、80年代はね、面白かったんですよ、浅生って。なぜかっって言ったらね大島渚監督 えー、あと野坂幸幸さん作家のね野坂幸幸さんというのはホタルの墓描いた人ですよ三島由紀夫に認められて、あのー、文学者になったあの人ですけれども、えー、どちらもね、あのー、戦争を背負ってた世代なんですよ、えー、だから少年の頃にあの軍国少年だった人たちが戦後もうね大人になっていくうちにねなんだこの国はと、ね、少年時代はさ、ね、鬼畜奴ってやってた あのね、それを当たり前のように教えられたらさ戦後は民主主義だっていきなり変わるわけだよ、ね、だからそういうふうにさもう日本なんか信用できねえぞっていうような人がおじいちゃんになって、えー、朝生で80年代ね降格泡を飛ばしていたわけだけどもそれが面白かったんですよだって言ってることが仮にですよ極端な話であろうともあの彼らの生活実感に根ざした話をしてるからまあなんて言うんだろう 途中で激行して席を立って番組からあののスタジオから出てっちゃう人もいたぐらい80年代は面白かった90年代入ってくると、まあ、宮台真嗣さん社会学者が、ね、あの登場する、えー、当時まだ宮台さんは30代だったはずです、えー、なので若手論客の中でも一番あのシャープで切れ,切れ味良かった えー、それでブルセラ論争、援助交際論争など、あの非常にあの宮田真嗣さんが独り勝ちをしていた時代があったんだけれども、非常にそれあの痛快で面白かったんですよ、おじいちゃんたちをな、ね、でぎるわけです。で、90年代の終わりには宮田さんは、こんなお座敷芸をやってても意味がないということで、出なくなりました。まあ、テレビからも撤退したぐらいな感じですね。それぐらい、浅生って、いわばそのできる人というか、分かってる人にとっては、お座敷芸の末えの。 場所なので、正直、オワコンになってたんです、90年代の終わりから。で、今世紀入ってきたら、じゃあ、面白くなるかって言ったら、全然面白くないんだよな、これが。たまに女性だけの、なんか、パネリストだがあ,のある回っていうのがあったりするけど、その時は非常に面白かったりする、実は。女性だけでやると、本当に面白い。だけど、おじさんたちが集まってたり、おじさんマインドのおばさんが集まってたりするような。 まあ今の、ね、パナリスト、しかもさ、元旦にやるような、ね、元旦の朝に、えー、何時間もやるような,な,、うん、な番組なのに、まあの、スペシャルなのに、これだと思う論客なんか1人も出てないですよ。なんか場をかき混ぜるような、ね、生活実感に根ざした魂の叫びみたいな人なんか1人もいないですよ。だからもう、もう,もう完全に終わってんだな、この番組と、うん、僕は思いました。 朝、あのー、生イコール変わらない日本の象徴ですよ、そもそも、だからこれはね、議、えーえー、論番組ではなくて、エンターテインメントなんだと思えば、あのコメディだと思った方がいいですね、むしろ、うん、エンタメコメディなんだと思ってれば、なるほどなんですよ、つ,むだつまらない芸人がいっぱいかき集められたりするじゃないですか、普通にバラエティーで、それと変わらないんだってことがよくわかりました。えー、文章ちょょっと読んでいきましょう記事をね 田原氏は高松さんなど若いパネリストが出演していることについて触れ、彼らなんて若いじゃないと発言した、えー、もっと若い人に発言させるべきとする指摘が上がったところで高松さんは、発言させてくださいと手を挙げ、えー、私は日本を立て直せるという質問に罰にしたんですけれども、理由としては日本社会でも諦めがはびこっていると思うんですねと切り出した。高松さんははは実際に日本は社会は変えらられると思う若者が2割くらいで これは先進国の中でものすごく低い数字なんですねと、えー、企業や政治を見ても、年功序列で変な慣習とかが残っていたりとか、非効率だと感じているのに、惰性で続いていることが多いと思うので、私は若者に権限を委譲したりとか、若者がどんどん社会を変えていくことが必要だと思って、えー、そのために私はやっぱり教育が必要だと思うんですねと説明し、ヨーロッパの主権者教育に習うなど、日本の教育の仕組みを変えることが必,必要ではないかとした。 これすごい優等生にありがちな意見だよね、つまり偏差値60、70、80というふうに、この偏差値が高い人たちは、ね、教育があれば、えー、社会が変えられるっていうふうに思いがちなんだよね。だからね、この大卒者のおごりみたいなものは、高松さんは一切自分の中では自覚できない人なんだよね。日本がね、社会を変えられると思う人若者が少ないのは、自己評価が低いからなんだよ。 これはもうあの、いろんな人が指摘していることでね、自己評価が低いのよ、国際的に。自己評価ってことは、自分はなんか社会にとって価値があるかっていうと、ないと思う若者が多いわけ。ね、なんでかって言ったら、それは教育というより、むしろ、むしろ家庭内での,あの、なんて言うんだろう、育て方って言った方がいいのかな、し,しつけというよりも育て方なんですよ。家庭内でであるいは社会全体でも えー、子供が大事だと思われてないわけ、日本は。子供を大事にする文化が歴史的にないから、子供は大人の前の,前の未熟な存在だというふうに考えるわけ、日本では、ね。自分を超えていける人に育てられる、あるいは育,ってう育ちうる、えー、伸びしろのある人間だというふうに考えないんだよ、日本では。だから、日本が子供を大事にする文化を育てようと思わない限りは、 ね、それが教育で学校で何とかしようと思ったところで、えー、自己評価は上がらないんだよねだからあの主権者教育が必要だから主権者教育をやればいいとかっていう対症療法的な発想ではあの少なくとも上の世代は納得しない、うん、高松さんもそこはさ、あのーね、やっぱりあ若いねって思われないようにするには、えー、自分の言ってることが幼いことをまず認めないとその先ないと思うよと。 私は、者教育とか子供にお金をかけるということをやらない限り、これは罰のままだと思いますとで、子供にお金をかけるんじゃなくて、子供に権利を与えるとか、自尊心を与えるって発想に変わらない限り、金を与えれば子供がなんとかなるかと、そうじゃないんだよと、でだから田原氏は、あなたは本心から罰なのと、本当は日本語が良くなると思ってるの、思ってないのと問いかけた。 高松さんが思ってないですだって説明を続けようとすると、田原氏は、だったらこの国から出てけと激怒、まあ、この条件反射も僕、見てて、このおじさん大丈夫かと思いましたけど、田原氏に対して。ね、困惑する高松さんに、えー、田原氏はこの国に絶望的だったら出ていきゃいい、だから出て行ってる人は現実に増えてるんだよ、田原氏の言ってることっていうのは、出ていけばいいという,かいうのは、もうすでにそういうふうに若い世代では、日本じゃ稼げないから。 外にに出ててる人は増えています実際に、ね、だから高松さんに対して、田原氏が言ってることっていうのは、そんなに外してないんだよ、現実論で言うと。えー、高松さんは激高する田原氏にひるむことなく、違いますよと、日本の教育にどのぐらい本気でいるのかとして、教育の重要性を主張した。だから教育でさ、マインドが変わるかって言ったら、そうじゃないっていうことは、高松さんね、ギャルとかヤンキーとかと付き合った方がいいですよ。お嬢様しかかか知ららなないいこういう,ふうにねなんか ちょっと幼いとかでおっというふうに思われがちなんだよ、えー。高松さんは自身のツイッターでも番組出演についてスタジオから出ていけ、えー、と田原さんに言われたのはびっくりしましたが自分の意見をきっちり言って激論を交わせたと思います。<laughs> そういうこと書くとさ本当になんて言うんだろう激論 <laughs> 激論でいいの <laughs> 自分の意見が伝わればいいのそうじゃないでしょ。 総一郎さんみたいな頭の固い人がなるほどっていうふうにうなるようなことを言わないと、激論ででももなんでもないんだよ、えー、その後、その後田原氏とスタジオで撮影した笑顔のツーショット写真を添えて、えーえー、持続可能,可能な社会を作るため、この国の未来を背負う若者をもっと審議会のメンバーに入れるべきと、若者の出演者を番組でも増やすべきなどとお話しさせてもらいましたと。なるほどね スタジオから出てけと、タ原さんには言われましたが、終わった後は仲直りしました、なんか楽しかったですと、なんかすごいうまくタ原さんに丸み込まれてるような印象を受けますよ、僕はこれを見て。タハラ氏はこのツイートを引用し、失礼いたしました、高松さんには絶望しないで頑張り続けてほしいので、その気持ちをぶつけてしまいましたと、<laughs> これからよろしくお願いいたしますと、さすが真摯に振る舞っておりますね、タ原さんね。だからさ、タ原さんのこういう怒りも含めて、エンターテインメントなんだよ、もうすでに。 まともなな議論じゃないんだよ田原さんが1回か2回ぶち切れれててくくなないいと面白んんだもんだって、ね、だもっねから僕なんかさ、こういうのを見てて、やっぱりさ、あのー、若者の審議会に入れてくれとかっていうのもいいけども、それは高松さんのような若者ではないんだよ、僕から言わせれば。面白くなるとしたら、僕はね、一番分かりやすいのはね、ギャルをぶっ込むことです。それでね、ギャル式ブレストっていうビジネスがすでにあります。 テレビ朝日はギャル式ブレストで検索して、えー、ギャル式ブレストで、えー、検索すると、あのー、バブリーちゃんの、あのー、CGO、えっと、なんだっけな、CGO.com っていうのが出てくるから、ね、このバブリーちゃんの顔も面白いんだけど、CGO.com からギャル式ブレストを導入して、朝生を変えよう、ギャル3人ぐらいちょっと投入しなさい、朝生に。ね、どうすると、ギャル式ブレストのには独自のルールがあります。 肩書き、役職は公開しない。みんなフラットな関係で話す。ね、タメ語で話そう、敬語禁止と。で、あだ名で呼び合おうとかね。だかたら、もう高松菜奈で出てくるんじゃなくて、高松菜奈が出てきたら、ね、もう、なんかねな、なんていうかな、あげあげお嬢ちゃんとかさ、そういう名前にすればいいんだよ。ね、お,じお嬢ちゃん育ちだけどなめなな、なめんな、なめんな。 も元少女とかかさななんんあ,あだ名つけりゃいいんですよ、えー、自分が持っている中で一番派手な服で参加これもぜひテレビ的には面白いんでやってほしい、えー、リアクション超多めで乗っかり大放題そう誰かを無視するんじゃなくてむしろリアクション超多めってこれはもう田原さん超多めですよ田原さんしかあの今朝生で激高してくれる人いないんでね乗、えー、っかり大放題 まあ実際さ、慶応大学の先生とか出てたじゃん、朝生に見た人わかるけど、ね、その人もなんか激昂しがちだけども、まあ、慶応大なんで抑えましたみたいな、うん、でも言ってること大したことないみたいでさ、内容なんか全然ないよと。だから、ギャルを納得させるような議論できるのか逆にって話だよ。ギャルがわからないような,な中身っていうのは、中身がないからなんだよ。だからこういうギャル式ブレストのルールで、えー、なんていうかな、ぜひ。 朝、あのー、生を改革してほしいと僕なんかは思います。はいというわけでですね、朝生はもうすでに、あのー、終わっている日本のしょ、日本社会の象徴なんだと。でどうしても朝生を存続させたいんだったらギャル式ブレストを導入しようと。ね、皆さん、面白いと思ってくれたらぜひいいねとコメントをくださいという YouTuber みたいなことを言いつつ、まあ、実際ねあの、いろんな意見がある,あると思うんで、あのー、チャット欄とか、えー、コメント欄に書いてください。 ということで、たくさんもよろしくね。おいじゃ